はい、はい、まあ雪が降る予定だったんですけど、一応降らずにこのまま雨で収まればいいなと思っている本日でございます。まあとはいえ雨は降りそうなので、街頭ではなくて室内からお送りしております。それでですね、まあ一昨日土曜日の動画でまあ一本上げてらっしゃる方がいらっしゃったんですが、その方とその後、街頭でちょっと議論になりましてですね、でそれに対する当日理論武装できてなかったので、それに対するまあ反論動画というか意見動画という形で送らせていただこうかなと。1本だけね、残り2本は普通に上げていきますので。でその方が言われてたのが、まあ行動は自由のもんなんだから自由に動いて何やってもいいじゃないかでっていうのと、条例っていうのは提案するだけのものなんだから規制も何も、拘束力もないんじゃないかとおっしゃっておりました。でまあ先に後者からいきましょうかね。これはまあ調べたところですけれども、そうですね、日本国憲法の94条っていうのがありましてですね、そこにはこう書いてあります。地方公共団体はその財産を管理し、事務を処理し、および行政を執行する権利を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。つまり地方公共団体が条例を作ってます。でその地方公共団体が作る政令、その法律の範囲内ですねっていうのは、今度地方自治法っていうのがありまして、それの14条に普通地方公共団体、まあ、これは普通の公共団体、県とか市とか都とか区とか思ってくださいは、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の、事務に関し条例を制定することができるってなってます。で、これに対してこれでさらに、項が2つあるんですけど、義務を課しまたは権利を制限するには法令に特別の定めがある場合を除くほか条例によらなければならないってなってます。つまり条例に基づいて、義務を課し何をしなさいって基調公共団体が言えるわけです。また、権利を制限する、何々しちゃいけませんって言えるわけです。まあ、要はそういうことです。要はその公共団体の区域の中において有効となっている法律みたいなもんです。法律のピラミッドの中で、国が定める、国会が定める法律の下に地方公共団体がいっぱいぶら下がってて、その各地方公共団体ごとに条例が作られますよ。でもちろんそれはお上、つまり法律の内容に反しちゃいけない、あるいは法律の定めの外でなければいけないっていうことです。当然これには付帯として各個人の権利を制限できる、今言っていましたね、権利を制限できる、あるいは義務を課すことができるわけです。よって条例には法的拘束力がございますというわけが一つ目ですね。はい、ということを言いたかったんですけどね、おととい言いたかったんですけどなかなか出てこなかった。はい、あ、もう一個いきます、まだいきます。はい、でもう一つ、道路を使うのは自由ですっていう話。今度は警察庁のホームページから引っ張ってきたんですけど、道交法、道路交通法、当日は私条例でうんぬんって言っちゃったのはまずかったなと思った、不勉強だと思ったんですけど、要するにこれって道交法の77条に順次出ますよと。道交法の77条で道路とは確固あるものだってなってて、それを、その道路の中で道路において何かをやるためには、例えば工事でもいいです、イベントでもいいです、今回みたいに我々みたいに街頭演説でも結構です、そしてもちろん路上ライブでも結構ですをやるためには許可を取んなさい、所管の警察署長のってなってるんですね。どこだったかな、77条の条文自体があればいいんだけどちょっと出てこないな。まあその言った通りのことなんですね。でその要するにやってもいいんですよ、許可を取れば。やるなとは誰も言ってない、やるのは自由なんです。だから許可制だよって言ってるだけです。で、その許可されるものの条件、もちろんね、絶対やっちゃいけないこともあるんですよ。例えば人に危害を加えるようなこととか、何か器物を破損するようなこととか、当然ダメです。もともと法律に反してんだからふざけんじゃないって言われるわけですよ。だけど、許可を取ればできることがある。例えばさっき言いました、工事をやるとか。工事だって許可取ってやってるわけですよ。この区間、片側交互通行とかにして片方を塞ぎますけど、これ水道管工事やらなきゃいけないんでよろしくお願いしますって言って許可を取って当然やるわけです。あとは、アーチ等の設置って言ってるんですけど、まあ、いい例が書いてまして、郵便ポストと、それから今はあんまりなくなりまして公衆電話の電話ポスト、
ああいうのも当然許可を取って NTT が許可を取ったりとか郵便局、日本郵便が許可を取って、警察に許可を取っては置いてるわけです。でその次にやった出てきたのが、店舗、露店ですね。そうですね、屋台とかですね。あとは、カートが来て車が来てそこにやるとかもありますね。あれも当然許可取ってやってるわけです。そこに止まっているのがいけないわけですから、ずっといちゃいけないわけですから。で最後、一番我々がやっているこの凱旋活動やライブに共通するんですけど、道路において祭事行事、祭礼行事かロケーション等をしようとする行為っていうのがあります。これが我々のやっている凱旋行動や路上ライブの範囲に入ってくるわけです。でこれをやるにはやっぱり、当然許可を取りなさいってなってて、許可を取れば当然やっていくけども、もちろんそれには問題があってですね、ですね、現に交通を妨害しない恐れがあるか、公益上または社会の慣習上やむを得ないものであると認められるときとなっているんです。つまり我々の場合は政治活動っていうところなんで、ある程度やむを得ないでしょうって言われてるからやれているわけです。で音楽やるのもいいんですよ。それが芸術活動として素晴らしいって警察官にうんって言ってもらえばいいだけです。それでまたはちゃんと規制線を設けてこの中でやるんで許してくださいって言うとか、道の通行の邪魔はさせませんから、我々のやる範囲ここのとある一角だけ借りるんで、そこの外には観客出さないからやらせてくれって言えば多分許可が下りるはずです。だからまあ別に交通の往来に往来するのは自由だし、立ち止まるのも自由なんです。その権利は法律で保障されてます。自由です。だけどそこで何かイベントをやるにはどんなに頑張っても許可制なんですよ。で許可を取らなかったら基本的には違法なんです、ということが言いたかった。で違法なんだから罰則がつくんですよと。罰則がつくんだからやっぱやっちゃダメなんです。でやるからには覚悟を持ってやれと。で覚悟がある取るぐらいだ、覚悟をするぐらいだったら許可は取りに行きましょうよと。許可を取りに行ってダメって言われたら別の場所を探すとか、いや許可してもされるところを警察署の方と、協議して折衝して、じゃあここならどうですか、じゃあここならどうですか、この時間ならどうですかって言って最終的に許可を取れば問題ないと。お役所仕事ですから当然許可されているものに対してノーとは言いません。だって普通に考えればそうでしょ。普通に許可されて路上ライブやっているんだっていっぱいあるんだもん。それを考えれば許可をされようと思ってちゃんと段取り踏んでやれば許可してくれるはずなんです。それをやらないから我々に通報されたりとかするわけですね。はい、その方が、その議論になった方がご覧になっているか分かりませんが、この2点も言いたかった。条例にはちゃんと拘束力がありますよ。それは日本国憲法と地方自治法に定められてますよっていうこと。そして、路上ライブをやるためには、路上で何かをやるためには、それが交通の害にならない範囲において、やるためにはです。それはどう頑張っても、警察署長様の、警察署長の許可を取って、許可、紙を出して、OK もらって、初めてできるものなんですと。それがないんだったら、どんなに頑張っても、道路交通法の違反ですから、それは違法なものですよ、と言いたかったと。これだけ、伝わっているといいなと思って動画にしたかったです。ありがとうございました。